はいみなさんこんにちは石松でーす。ということで早速やっていきます。今日はですね、私が今、一月ぐらいずっと読んでる本なんですけど、公平入門ということで、技術陛下、ね、公平ね、うん、徹底研究、佐山二郎さんという方が書いてますね。これ分厚いですよ。こんな分厚い本です。こんな分厚い本ですけど、 952人プラス税金ということで、ま、約1,000円ということで公人者光の光の人の者公人者から出てますということで、まあ、公平とは何ぞやと。ね、で私もね知らなかったんですよ公平って何かさ,さっぱり。これ見たら分かったことはあの公平というのがいないと戦争できないということで。 例えば、まあ、うちの父親はですねあのこの太平洋戦争であの無線の方にいたんですよ無線通信の方の、うん、少,年兵少年通信兵という試験を受けて通って二十、まあ、歳前ですけどで陸軍の,あの小倉の方のです、ね、基地にいたと飛行場にいたということで飛行場の地下に無線電信室通信室があってそこで 勤務していたら終戦というふうになったというふうに聞きましただから私はこれ知らなかったけど無線この無線というのは公兵なんですよねだからうちの父親でいうとこう無線無線の通信の方なんだけどそれは陸軍の歩兵じゃなくて公兵の方の専門の兵隊ということでまあ陸軍は陸軍なんだけど公兵の方だったという これを読んで初めて分かりました無線通信が公平ということが、はい。であのー、まあいろいろとね、あのー、公平の部隊のですねいろ、えー、んな設備があるんですけど、まあ、こ,のこのような、えー、戦車をちょっとこう改造したようなこういうクレーンみたいなやつとかこれ戦車乗っても大丈夫って橋の橋げ橋のね 橋をこうは、運ぶやつ、うん。それからあのー、まあ公平が行くところは最前線なんでいつも例えば橋壊されたそこに公平が行きますという時にあの向こうの戦闘部隊と必ず戦闘になるもんでこういうような装甲車みたいなのに乗っていくというようなこともありあの、うん、こう書いてありますけど何せ数が少ないんでね日本軍の場合は。うんこの 大体基本的には「好き」と「くわ」と「ッコとかうんまあそんな感じこれはまあ戦後ですよね戦後まあこう公平が乗る装甲車をこうね進駐軍がこうなんかこう調べてるというそういう図式ですけどうんとここのところにですね昭和9年に日本で初めての「 諸兵連合機械化部隊である独立混成第一旅団ができて昭和9年のに独立歩兵第一連隊独立野砲野原の方野砲兵第一連隊戦車第三第四代隊に独立公兵第一中隊がしていたと書いてありますのでこれが機械化公兵の始まりということでして。 それまででは人人力人力とということだったんですよね。大、ま、体、あ、いい日露戦争ぐらいから公平というのがあってあの爆弾三勇士っていうの,あのこう爆弾のね敵だあの爆弾のこういう筒の中に爆弾が入ったやつをこう持ってで敵の鉄条網みたいなところの下に置いて爆破させる鉄条網を爆破したら歩兵が行くというそれをこ壊すまでがあの公平なんですよやるのが。 で爆弾三雄氏はまあそこで戦死されたんですけどまあそういうことであのー、なんていうかな、うん、非常にこう目には見えないんだけど大切な役割を負っているのは公平重要な役割を負っているのは公平ということで、うん、まあ歴史はいろいろあるんですけどねあのー、この手榴弾のね 手榴弾の発生の。起こりとかっていう書いてあって。手榴弾は。えっと。日露。戦争。の時に本格化したんですかね。なんか書いてありますよね。これね。なんか反撃砲なんていうのも、その時。結構なんか使ったっていう。反撃砲の原型みたいなの書いてありますけどね。これ。うん、これ日露戦争の時ですけどね。 うん写真が載ってます。まあ初めの初期の頃はこれあの花火みたいに転がしポーンと飛んでいくということでね、うん、爆裂弾を300メートルまで飛ばしたという,こう二つ並べてポン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 ね載ってます。うん、で私紅兵というのは上陸作戦の時に一番まあ 戦闘近いところに行ってまあこう例えばこれ戦車を通している時公平の図なんですけどこう例えばねこう橋をこうかけ直す時もあるしこういうふうに船で運ぶ時もあるしこう船を並べて橋みたいに対して通す時もあるということでいろいろパターンがあるんですけど大抵上陸していくと敵はあの橋とかね道路壊していっちゃうらしいんですよ日中戦争の時もそうだったらしいけど。 そうすると困るんですよ、ね、後から、あのー、車両を取ろうとする時に戦車を取ろうとする時に困るからそれを橋壊されたら橋を直すと道壊されたら道を直すと、ね、いうのが航平の仕事でして大変にもこう目立たないけど非常に重要な、あのー、何そういう陛下であってしかも大変な重労働で大変な 危険をを伴うう。こととやっているといる、はいまあ、詳しいことはこれを読んでください「公平に言うも」もよくしっかり書いてありますんで。であと皆さん次回お会いしましょう。